はい、こんにちは、大八郎です。今回はですね、合体龍神デラックスダイナゼノンを紹介していきたいと思いますが、その前に、登録者10人ありがとうございます。登録してくれた方、コメントいただいてる方、評価つけていただいてる方、本当にありがとうございます。今後もね、続けていきますんで、よろしくお願いいたします。ということで、合体龍神ダイナゼノン、こちらが届いたので紹介していきたいなと思います。それでは見ていきましょう。はい、ちょっとね、箱がねかなりでかいので、寝かせてます。いやー、かっこいい。皆さんアニメ見てますか？見てますよ。私は今期のアニメでね、まあ一番ぐらいに好きじゃないですかね。裏面もこんな感じですね。ダイナレックス、かっこいい。では開けていきます。はい、中ね、箱開けてブリスターに蓋を取って、こんな感じですね。このブリスターの裏にこの説明書とこの台座ですかね。で、台座の裏に、こんな感じでクリアパーツがついてますね。あと台座用の、なんだろうな、なんかパーツがついてます。では全部出していきたいなと思います。はい、全部取り出してみたらこんな感じですね。いやー、一個一個はねそんなに大きくないです。ダイナソルジャーは、16.5cm ぐらいとかですね。ダイナストライカーも18cm ぐらい、ダイナダイバーも18cm ぐらいですね。ダイナウィングだけちょっと横幅長いですね。20cm、30cm 近くあります。さあ、一個ずつちょっと見ていきましょうか。はい、ではダイナソルジャーからこんな感じです。まあ頭部はこれやですね。ここが開いて、はい、顔が出てきます。各部は結構動きますね。やっぱり変形ができるので、いやー、すごいすごい。このね、爪を開いて回りますね。あ、結構取れそうですね。取れへんのかな。結構この爪がね、鋭利です。あー、これね、尻尾も動いて結構な稼働ですね。これ自体はすごくね、重くはないですね。軽いです。うん、膝も曲がって、ここもね動くんですよ。後ろの爪のところも、ここめっちゃ痛いです。で、ここも回って、いやー、すごいすごい。なるほど。はい、ダイナソルジャーです。はい、次はダイナストライカーですね。こんな感じで、これ作中あんまり見てないんですけど、前に手がついてるんですね、これ。いや、知らなかった。動きます。ここが動いて、これがねパカッと外れて、ここが動いたり、こう動いたり、この手も取れたり、ここもね前に出てきて、これが上に上がったり、これがちょっと移動したりと、これはね、いやー、いいですね。合体変形ものっていうのはあんまり持ってないというか、今までそこまで興味はなかったんですけど、今回のねダイナゼノン、ちょっとかなりアニメが好きで購入させていただきましたよ。はい、次はダイナダイバーですね。これはいいな。これはね結構重量感あるんですよ。
おほほほ、わあ、どう変身していくんかなこれ。でこれがびっくりするのが面白いですよ。ここのなんかランチャーみたいなとこあったじゃないですか。これがね、ここを上にやるとほら自動で開くんですよ。これすごくないですか。なんかゼンマイみたいな。これをね上に上げて押すとほらかっこいい。これ自動とかすごい。はまりにくいな。なんだ。いやこれもね後でちょっと。いやーかっこいいなー。おー、よしよしよし。はい、最後はウィングですね。これも多分いろんな形に曲がると思います。こんな感じです。ではちょっと変形させていきたいなと思います。はい、ではまずウィングコンバインですね。まずはダイナソルジャーのこの尻尾を折りたたんでこっちですね。これをこうで、あ、取れた。こうで、これをちょっとこうしてなんか A 位置にこうかな。こうで、ここの部分とここの部分ですね、これをつけると。よし、ついた。おお、こうかな。ああ、いいですね。はい、こんな感じでウィングコンバイン、これを、この台座を使ってね、こういう風に飾ることもできると。はい、次はですねダイナソルジャーストライカーコンバインですね。これをこうしてこう曲げて、はい、上上げて、これで待機で、ダイナストライカーを半分に割るで、こっちを上げる、お、こっち上げるで、あ、ここに穴があるのでここを、ここですねを入れました。はい、もう一個の方も入れました。で閉じる、おーおお、閉じる。あ、でこれはそのまま前に出すと。でストライカーストームがこれを両方出して、これも内側に折りたたんで、おお、これね、で、台座がこの Y の字みたいなやつを、あ、ここか、ここに差し込んだら固定ができると。はい、プランプランプランこんな感じで、次は、ダイナソルジャーダイバーコンバイン、簡単で、これがここが、あ、そうそう、こう開いて、これを単純に乗せるだけと。
グリップですね。グリップを、あ、これちょっとむずいな。掴んで、これですね。こんな感じです。よし。すいません、1個訂正で、さっきあのダイナウィングの方のヘルメットをねこれつけてなかったので、本来はこういう形でついて、こんな感じですね。よし、では次はダイナゼノンを作っていきましょう。まずはヘルメットを取って、これを2つに割って、でダイナゼノンの、じゃあダイナソルジャーの足の爪閉じる、これをこうする、で、あ、ここを止める、カチャッと、ほうほうほう、で、後ろにやって、こうか、で、頭も後ろ、足もここまで曲げる、次はダイナダイバーをこうして、こう開く開く、下まで、おお、伸びる、すごいこれ、おお、おお、伸びた伸びた、すごい。でダイナウィングを、さっきの変身のやつかな、で、これをここまで伸ばす、で、ダイナウィングとダイナソルジャーを合体させるけど、ね、溝があるので入れる、あ、OK、 あ、OK、 いや、かかか、溝に入れ入れ入れ、あ、入った入った、おお、これを折りたたんで、この穴とここを差し込むと、うんうん、オッケー、刺さった。で次はこれがこう来て、あ、さっきのやつね、さっきの要領で止める、止まってる、おお、でかなっていきよる、これで、こことここですねをくっつけると、くっついた、でちょっと離して顔面を起こして、あ、ちゃでででででで、顔面を起こして、これを、おお、で、ここを開けると、おほほほほ、え、合ってるこれ、あ、合ってる、で、手を前にして、こんな感じです。で、刀、ダイナセイバーですね、ダイナセイバーがここの、ここですね、溝があるので、こっちか、これをはめ込む、あ、こんな感じでつきますね。ペネトレーターガン、これですね、これ
これが青、下半身外れやすいんかな。おーほー、上半身だけこんな感じで。でフルバーストするときは、ここがね、腕のところがちょっとにゃんと伸びるので、伸ばしてからで横で、ここを上に上げて押す。こんな感じですね。ちなみにダイナゼノンの状態だと26センチぐらいですかね。かなり大きくなりましたね。よし、では次はダイナソルジャー。ダイナソルジャーやったかな。じゃあダイナレックス作っていきたいなと思います。はい、次はダイナレックス作っていきますね。ダイナソルジャーの角を畳んで胸部を下にスライドさせます。なってんのかな。腕を回転させて、足も回転させて、頭を逆向きにさせて、これを上げていくと。で、出てきましたよ、頭。で、手を、折りたたんで、足を、こうか、広げ、内側に、内側に入れて、上に、出てくるんや。で、こう。で、次はダイナダイバーで、爪を下ろして、ちょっと広げると、こんな感じで広がりますね。ここも広げとこうか。でちょっと広げて、これを伸ばして内側にやって、こんな感じに引いて、難しいなぁ、おい。あ、ここね。ここに、これを刺すと。で、これを、むずいぞ。こうかな。で、次がダイナウィングのヘルメットを外しの、伸ばしの、これを、あ、こうか。こうで、で逆側でこことここをつけると。おお。で、ウィング、おお、すごい。これここのウィングが開きますね。で、ダイナダイバーをこういう形にしてここにつけると。ああ、ついた。おお、すごいバランスすごいバランス。
話してみるとすごいバランスで立ってます。翼がでけえ。ヘルメットを、頭にセットしたらこんな感じ。おほほは、でけえ。はい、では一通りね、ちょっと、各見てもらったんで、それぞれね、ちょっと並べて、まあちょっとポージングもできたらやっていきたいなと思います。それでは行きましょう。はい、いかがだったでしょうか。ダイナゼノン、グッドスマイルカンパニーから合体龍神デラックスダイナゼノン。いやー楽しい合体もんってほとんど触ったことないんですけど、ほんまにガチャ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 やりながら、ああでもないこうでもないで合体していくのすごいですね。いやこれをね、ちゃんとこういう設計を作れるっていう、すごい頭いいなと思いました。まあ、パズルみたいなもんでね、いやーすごいなーと思って。皆さんどの形態が良かったですかね。僕はねやっぱりね、このダイナゼノンのねフルバーストモード、タイヤを前にするやつね、あれがねすごい好きです。あれのダイナレックスもすごいいいんですけども、あのフルバーストモードはすごいいいなと思いましたね。あれでちょっと飾りたいなと。まあ飽きたらちょっとダイナレックスで飾っていきたいなと思いますが、もうよかった。いやー購入してよかったです。唯一ね、胴体と足のあの付け根の部分がね、ちょっと外れやすいので、まあストッパーがどうのこうのっていう説明が書いてるんですけど、おそらくそういう問題じゃないかなと思いますが、まあ、飾ってる分にはね、すごい何の問題もないので、いやー面白い。これからもね、アニメ見て楽しんでいきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。